ラックマンテストの紹介します。膝を軽度屈曲位にして片方の手で大腿部を外側から持って、片方の手で頸骨を内側から持ちます。大腿骨を持った手を下に、頸骨を持った手を上に動かしてストレスをかけていきます。このようにストレスをかけます。この時、骨骨性のエンドフィールがなければ前十字靭帯損傷の疑いがあります。